株式会社形容銀行は千葉県千葉市中央区に本店を置く第二地方銀行通称はアルファバンク店舗展開は千葉県内が中心県外には東京特部に3点がある東京支店は中央区日本橋室町のビル上階にある空中店舗東洋町支店と品川支店は事業性融資専門である北洋銀行に次いで 第2地方銀行としては2番目の規模を誇る。浦安市、四つ海同士の指定金融機関を自宅している。千葉市が重点的に開発を進めている千葉駅西口地区と千葉中央港地区の中間に本部事務棟及び伝産センターである京葉銀行千葉港本部の建設が進められた。2015年5月7日から本部ビルでの業務は開始されるが、 店頭窓口は設置されず ATM コーナーのみが開設される。南式野球部が全国屈指の競合チームとして知られ、獲得全国タイトルは全国最多の計12回である。現在、京洋銀は日立製作所製、メインフレームにおいて環状系システムを稼働させているが、2014年5月、静岡銀行が日立とともに開発を進めている。 次世代オープン環状系パッケージを採用することを明らかにした。新システムは当初2021年1月の稼働を予定していた。しかし2019年1月、急速なデジタル化、IT 化という金融環境の変化に対応できるシステム基盤を構築するためとして新システムの稼働時期を2022年5月に見直すと発表した。ありがとうございます。